そして週末のお忙しいのにもかかわらず、このように大勢の皆様に私の祝賀会にご参加をいただきましたことを心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。そして最初に発起人の皆さんにご登壇をいただき、ご挨拶をいただきました。我々司会司会の会長もそうですけれども、同じ同業であります医師会の太田会長をはじめ、医療に関係する多くの団体の長の皆さんや私の先輩に、今回お気になっていただいて、このような会を持つことができました。本当にありがとうございました。そしてお気に入りの一人でありますけれども、同じ鹿沼選出の神谷議員には、議長経験者に司会をやらせるのは何事かっていう話もあるんですけれども、実は幼稚園からの同級生でありまして、奇数は神谷議員の方が一気上なもんですから、いろいろご指導いただきながら、今日の司会を快く引き受けていただきましたことを心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。先ほど来、平井議員会長の方からも話ありましたけれども、私も一生懸命努力をさせていただいて、自分の努力じゃ何もできないもんですから、本当に多くの議員の仲間の先生方にお世話になって、昨年の12月の27日の最終議会で、三森議長ともども、議長、副議長に当選をさせていただきました。非常に満票ということが先ほど来出てますけれども、非常にそのことについては、議長ともども重く受け止めさせていただいて、本日は、自民党以外、全ての政党の皆さんが出席をいただくという、これもあまり政府議長の就任の祝賀会ではないんではないかと思いますけれども、この満票というのはやはり今栃木県、国の方では景気が少し回復をしているかもしれませんけれども、まだまだ地方は大変だと、そういう時はみんなで力を合わせてやっていこうということが、こういう形に私はつながったんではないかと思っております。そんなことで、全ての会派の皆さんに、議長ともどもお世話になりますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。そして、先ほど三森議長からご挨拶いただきましたけれども、皆さんも分かるように大変優秀な議長のもとで、副議長をやらせていただくということで、多少気が楽なんですけれども、この残された任期の間、議長をしっかりと補佐をさせていただきたいと思っております。実は昨年、自民党政調会の三森議長が政調会長で、私が副会長という、これも同じコンビがこうスライドをしたということなもんですから、非常に三森議長ともよく連絡を取らさせていただいて、非常に今議会がうまく回っていくんではないかと思っております。そして、今日は本当に県議会の先輩議員もたくさんおいでをいただきましたけれども、実は私も先ほど佐藤市長から紹介がありましたように、市議会を4期、県議会を今3期、都合今26年目でございます。まもなく遅れてきます福田富一知事が、30周年の、記念のお祝いをやるんですけれども、私もちょうど今年が26年目なんです。なんでこんなになっちゃったのかなとよく今日思い出したんですけれども、実は私東京にいたんですけれども、足利市の前の市長の吉谷宗男先生が、県議会議員に初当選をしました。そして市会議員が誰もやる人がいないんで、帰ってこいということを言われて、私は無理やり足利の地に連れて行かれたんです。そこで、吉谷先生がもうほとんど足利に帰ってこないんですね。県会に行ったら忙しいかなと思ったんですけれども、その同期生が西川光也先生でもあり、地元の荒井紀子先生をはじめ多くの県議会議員の先生に、その時からご指導をいただきました。ですから先ほど平池議員会長からも話ありましたように、平池先生、木村先生なんかとも本当に私は大変お世話になりながら、育てていただいたということで、その当時板橋先生というのはもう非常に怖い人かなと思ったんですけれども、いろいろ板橋先生からもご指導をいただいて、
なんとなくこうやっぱりこの道に入っちゃったんかなと思いました。で、市議会議員を4期やらせていただいて、たまたま、県議会の方に、まあ、させていただいたもんですから、あの私も、これから、何をやるかと言いましても、もう私は医療人でありますから、とにかくこの医療の問題をライフワークとして今後も頑張らさせていただきたいと思っております。今日は実はあの日本医師会の副会長の羽生田先生が今日お見えになるわけだったんですけれども、医師会の副会長なんですけれども、実はやはり夏の参議院の議員の選挙に立候補するということになったものですから、そんなんで誠に申し訳ないということで、今日代理の方が見えておりますけれども、日本医師会の羽生田副会長は私と幼なじみなもんですから、参議院議員の選挙非常に難しくて、歯科医師会の代表もいるんですけれども、医師会の羽生田先生とも非常に懇意にしているものですから、いろいろ皆さんに、お願いをしなければならないと思っております。そして先ほど高橋勝則前高根沢町長からもご挨拶をいただきました。なんか今日非常にあの緊張してるんで、あまりそんな緊張した姿を見たことないんですけれども、非常にあの、他の会派の皆さんにはちょっとご迷惑かもしれませんけれども、ぜひあの聞かなかったことにして、高橋勝則町長の、顔と名前をしっかり覚えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、そんなことで今後とも、栃木県非常にあのまだまだ医療行政が遅れております。端的に言えば女性の平均寿命が46位、いまだに脳卒中の死亡率、心筋梗塞の死亡率、女性はいつもワースト3に入っている。そんなことで年度内には、我々が提唱しています、箇所でありますけれども、健康条例を制定をさせていただいて、どうやったら県民の皆さんがもっともっと幸せに暮らせるかなということを一生懸命頑張っていこうと思っております。まあ、そんなことで今後とも今日ご出席の先輩議員同僚議員にもいろいろご指導をいただきますし、先ほどは船田先生をはじめ国会議員の先生からもいろいろ今後ともご指導をいただきながら、この栃木県の発展のため、鹿沼市の発展のため精一杯頑張ってまいります。そして最後にあの先ほどから話が出てますけれども、うちの家内にも大変迷惑をかけているものですが、ここでちょっと感謝を終わりでありがとうございました。今日は至りませんけれども、どうぞお時間許す限り、ご歓談をいただきたいと思います。本日は大変ありがとうございました。